今度は USB に入れてやるね。ね、USBJPI。どうですか？浜岩先生の年。強いでしょ。あんまり無理しないでしょ、ね、あ、負けたからバババーって後打ちしちゃえってなんていうのは、まあ、最も悪いことですかね。連続公開してますけどね、これデモトレートです、練習です。やっぱりね、ベテランほどデモでもう徹底して訓練するんです。このようにね、完璧に稼げるまでね、一生懸命頑張って訓練するんです、ね、デモでやるんですね。それで本番に備えるわけです。境界線はね、あんまり行かないで跳ね返ってきたんでね、まあ今はいいんでしょうね、これはね。なんとか、あんまりね、境界線行くかっていうところで跳ね返ったんですけどね、もっと行くと思ったんですけどね、だから、あんまり戻らないと思います、下にね。こんな感じで 上に行くんじゃないかと思いますけどね。もう一回下に落ちることないはず、ね、これ以上ね。ここから上がってくるはずですよ。ちょっと早めにね、引っ込んできたから、これほんの少しですけどね、分析情報からね見てるんですけど、ね、こうでしょ。まあ一本だけでしょ、確かにね。どうでしょうか。まあ、ちょっと戻ってきついとこだけど、バックするでしょう。ああ、下がってきちゃったか。まあ負けても一本でしょ。ね。しょうがないね。ああ、やっぱ食い込んじゃったか、やっぱ。早めにね、バックするような状態だったんだよね。これが来たから、今度はね、ユーロ USB だな。今度この跳ね返りが結構強い。連続的に JPI がいいかな。ユーロ USB がいいかな。じゃあこれちょっと曲げちゃったけど、今度ユーロ、ね。ユーロ USB がね、跳ね返る。これが。これ、ね。これはなんかいい感じだ。
ね。これがなんかね、感じに思えるんですね。ユーロ USB ね。跳ね返りがね、結構あるんです。これは結構上がるかもしれないから、余裕で勝てるかもしれない。はい、ちょっと質問に行ってました。おお、来たね。こう下行くかな。ここで打つとね、下を落っこっちゃう可能性があるんですよ。ここで負けだけでね、やめていくかというような感じもありますね。どんどん3番あったかな。これはちょっとね、これも取ってみますか。よし、ところに上がってきたかな。これ下がりすぎだから上がるなんですけどね。こうやって来ちゃったらこれ。
しこっから上がる。ああ、しいぞ。よし、そうだけど。もっと打ってよかったんだけどね。打ちすぎでて。ここからだいぶ上がるから。さらにもう一個上がるはずなんですけどね。上がり込むか。さらに下がっちゃったな。上がり込めないのか。これ大量負けですね。これ流れ落ちだな。これしようがない。これで分かるかな。これのいいとこだから。こうやってましょう。チャンス、チャンスですね。ちょうど落ちすぎでバックするような感じなんだよね。ちょうどチャンスですね。
ですね。だいぶ勝ちましたね。ちょっとチャンスだ、チャンスですね。チャンス。落ちすぎるの問題があるんで、ね、まあ実際ここはね、やりませんけどね。あと、ね、1、2、3、4、ほんのかすかな時間ですね。